はい、こんにちは、ヤギチャンネルです。今日は塩キャラメルチーズケーキを作っていきたいと思います。それでは早速レッツクッキング。はい、まず材料が、クリームチーズ、今回はこれを使います。 200g です。それとバター 45g、それとビスケットは今回このチョイスを使います。これを 100g、それとグラニュー糖 50g、 それに卵2つ、それと生クリームは 100ml です。そして小麦粉 45g、 それとレモン汁大さじ1ですね。これで作っていきます。それとあと、カラメルを作るグラニュー糖、これは 80g 使います。それでは早速作っていきたいと思います。はい、そしたらまずビスケット 100g を、袋に入れてこれを砕いていきます。はい、よく砕いたらこの中にバターを入れていきます。バターは室温に戻してあります。これをよく混ぜます。型にクッキングシートを敷いていきます。このように幅を合わせて、クッキングシートを折り曲げていきます。そしてこの部分を切ると丸くなります。そしたらビスケットを敷いていきます。このようになります。はい、そしたらボウルにクリームチーズを入れてこれを滑らかにしていきます。はい、滑らかになったところでグラニュー糖を加えて混ぜていきます。はい、よく混ざったら卵を入れてさらに混ぜていきます。はい、よく混ざったらここでカラメルを作っていきます。そしたらフライパンにグラニュー糖を入れていきます。フライパンは多分小さめの方がやりやすいかもしれないです。そしたら小さじ1の水をこの周りの方に入れていきます。こんな感じです。そして火にかけます。沸騰してきたら少し火を弱めて焦げつかないように揺さぶりながら加熱していきます。だんだん透き通ってきました。あとはだんだんここからはすぐに色が変わり始めるので注意しながら温めてください。はい、そしたらカラメルがこのような感じになってきたのでここに入れてすぐにかき混ぜます。そしたらこれに生クリームを足します。
い、そしたらこれに薄力粉をふるって入れていきます。はい、レモン汁を加えます。はい、そしたらこれを泡を抜いていきます。はい、そしたら170度のオーブンで45分焼いていきます。はい、冷めたら上から塩をかけて出来上がりです。出来上がりです。それでは食べてみます。いただきます。まっすーいただく。どう？まあ食べてない。皆さんもぜひ一度作ってみてください。ではヤギチャンネルでした。さようなら。